それでは箱根取材を始めます。まず店に関するご質問をお受けいたします。読売新聞の山本です。確認の質問になりますが、本日ですね、夕方にスマートシティの推進本部の会議が開催されるというふうにお話ししてますので、その中でですね、生成 AI を町内でどう活用していこうかということが議論されると思うんですけれども、どういった方向性でやっていくかとか議論されると思うんですけれども、その会議でですね、どんな進め方といいますか、概要について簡単に伺えればと思います。実際に生成 AI を活用して区長の職員の業務の負担の軽減、効率化、合理化を目指していきたいと思います。で、実際それによって空いた時間を府民の皆さんの住民サービスに当てていく、あるいはその区の職員の QOL になっていく、そういった目的で今非常にそういった生成 AI は非常に僕は有効に活用できるツールになりうると思っていますので、そこについてルールの策定と、そして実際に使う実証を行います。職員からまた意見を聞いて、その実際使うことによっての意見を集約しながら、最終的にはそこを区長の中に取り入れていこうと考えてます。もちろんまず府庁の職員の意見が大切なので、目的がそういう目的です。一旦一度活用するということをいたします。ルールを作った上で、やっぱり中身とすれば、資料の作成であったり、あるいは会議録の要約であったり、あるいはその英語への翻訳であったり、あるいはスマシブにおいては答弁の調整の案、議会答弁案の、原案を作るものであったりだとか、そういった、で最終的にはもちろんこれ内容の正確性というのは非常に重要ですから、最終的にはそれぞれの職員が確認をするというルールで当然進めています。内容の正確性のため、ただそこの中間の作業っていうのが生成 AI でありますので、一挙に省略することができる。いろんな例えば会議で録音したものについても、その録音したところで、それをまず文字化するのがありますが、ただそこに間違いが多いんですけれども、その文字化したやつを今度は要約するのが生成 AI である。で、もちろん最終的にはその会議の議論っていうのを、その中身が正しいかどうかっていうのは、これ内部資料とか、基本的には まず職員の資料作りとかあるんですから、職員が内容の確認をする、そして正確性を確認した上で実際に使う、挨拶文なんかもそうだと思います。いろんなところで挨拶文であったりだとか、定型文というのも定型に近い意味もありますので、そういったものについては生成 AI を活用して、そして素案を AI が作る、そしてその中身の精査確認は職員が行う、検索のようなものですね、簡単に言うと、そういったものは職員が行って、そうすることで0から100まで職員が作らなくてよくなる、まとめることが必要なんです。というのはなんかキャッチフレーズを作ろうというときもキャッチフレーズも考えてくれたりもしますから、いろんなそういった普段の府の職員の事務作業をいかに生成 AI を使って軽減していくか、合理化していくか、効率化していくかというところを追求をしていきたいと思います。内容の生活性があるので、最後は職員が取れます。それによって非常に職員の仕事が合理化されれば、言ったように対面の府民と直接接する住民サービスの方に力を入れるのか、あるいはできるだけ業務を効率化することで定時に仕事を得て QOL、 仕事の質を高めた上で、自分の仕事以外の時間を大切に過ごしてもらえたりとか、そういう思いで今の最新の技術で生成 AI を使わない気はないと僕は思っています。ただその言ったとおり正確性とか、いくつか課題もあるので、そういった研修なんかも当然やるんですけど、ちょっとルールは作るんですけど、そういったことのコンソライズを中身をこの夕方の会議でやろうと思います。大阪府庁においてもこの職員の業務の軽減負担合理化のための生成 AI の活用、これは積極的に僕自身も進めていくというふうに思っています。実は確認になりますけれども、今回の会議は、町内の職員 の, その業務負担の軽減だったりだとか、合理化のところにおいて、
合理化の仕組みにおいて、生成 AI を今、都内で、取り込んでいく方向性で、まずそのルールの確認ですとか、実際の現場の意見だとか、そういうのを、まあ、徴収されてですね、で、かつルールも決めていくというような、そういうような流れですか。今回もルールを決めますので、で実際に生成 AI を活用します。で民間企業が出している生成 AI の機能を活用する。2パターン活用して、まあ、全庁で活用するものとでスマッシブだけ活用するのも考えています。スマッシブだけ活用する部分については、議会答弁の案についてもできないかというところはスマッシブではやろうというふうに思っています。じゃあ生成 AI のどこが違うかというと、スマッシブで活用する方については、スマッシブの業務をその AI に読み込ませて、スマッシブ の業務をどん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 賢くしていくような、そういったものを使う。全庁的に使うのはよく使われている生成 AI、 仕事でよく使われる生成 AI を、業務で民間企業も使う生成 AI を活用する、この2パターン の活用をすることになるかと思います。で研修っていうのは、例えば質問の仕方とか聞き方とかによって AI っていうのはうまく、そこが非常にポイントになるので、そういったところの、研修もやりながら、業務の効率化になるように。でもちろんその数ヶ月間実際に使うんですけれども、で実際活用します。会議録であったり、あるいは挨拶文であったり翻訳文であったり実際活用します。でその、意見とかいろいろ聞いて、最終的に職員にとってこれはぜひやってもらいたいと言えば、どんどん本格的に導入するし、そこはあんまりこれは業務効率化にならないよねとなれば、それはそのとおり考えるというようなことを、最初今年度は実行するということになると思います。大ちゃんと全然違いますか。これ言うとまた大ちゃんの話出てくると思うんですけど、大ちゃんとは違いますか。大ちゃんは10歳のしゃべるワンちゃんですか。高齢者の皆さん寄り添う形でしゃべるワンちゃんです。これとは全然違う。まさに業務の効率化、よく今大手の企業で生成 AI 使われ始めてますけども、それと同じような方向です。またその大体で事業があると思うので、またその庁内のそうした合理化とは別に、その事業で生成 AI をどう活用していくかということについては、また改めて検討していきたいと。そういうのは事業的な、今いろいろ内部で検討この間してきたんですけれども、やはりまず職員目線で考えたときには、職員の事務、本当に0から100まで事務やってるんですけど、そこの負担の軽減にかなり活用できるんじゃないかっていう意見がやっぱりスマシブやっぱり強いですから。で実際僕もそうだと思います。区の職員の仕事を見てると、やっぱり事務作業って非常に多いですから、もちろんそれ区の職員もやると思いますから、中身正しいものである必要がありますので、正確性が、ただ0から100までやってますから、0から100に至る過程について、生成 AI 使えば一挙にできますので、例えば会議録がこのぐらい この録音案役の役分があったとして、この会議があったとして、会議録ようやく作るって、ここまでするのは一挙にできますから、ここにした上でこれをきちんと精査する、今はこのずっとこの作業までやってしているので、そういったことを、この生成 AI の技術を使えば、もう無用なというか、人の手でやらなきゃ今までできなかった事務作業も生成 AI がかなりカバーする。ただ当然完全に正しいものではないというのは当たり前の前提ですから、その上で最後は職員がチェック、ただそこのゼロから批判しなくてもいいということになると思います。他にございますでしょうか。なのでうまく活用すれば、かなり僕はこれ職員の負担軽減になると思いますね。そのうまく活用するやり方を模索していくということです。でもちろん正確性は大切です。 NHK